お疲れ様です。はい、あ、お疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。どんだけぶりですか。2週間。いや、あの2週間3日ぐらい前ですよね。いや、まだ全部終わってないですからね。はいはい、今日が最初のやつやったの。あれ、最初今日が最初。はい、大事ですか。いや、車を買いに来ましたね。はい、あ、ランボリーニーに。やったな。いや、これでも本当に社長、これいろんな偶然が重なったんですよ。もうやっと飲みました。いや、あ、すみません、話してたんで。もう朝がいっぱい飲んでないですね。なんかいろいろなんか悩まることじゃないですか。何を悩まることなんですか。いや、まあ、ぶっちゃけスーパーカーは男のロマンでもうずっと欲しかったんですけど、はい、で、まあ、悩んだったのはまだ買っちゃいけないかなって、はい、自分の中で思ってて。それはなんで買っちゃいけないな。まず会社が N デートって会社、足場工事会社でやって、はい、まだ本当に4年から5年ぐらいなんですよ、はい、会社自体は。で、まだ軌道に乗るかどうかの、まあ、軌道に乗った感かなみたいな状態で買うと、はい、じゃあ、ここの社長、調子こいで買ってんじゃねえかとか、あ、ちょっと言われるのも嫌ですし、あ、まあ、ありますよね、じゃないけど。で、思ってて、まあ、ずっと我慢してたんですけども、はい、車大好きなんですけど、はい、で、その時に、めちゃめちゃ好きですよね。いや、好きですね。めちゃめちゃ詳しかったもんな。で、社長の動画見て、はい、フェラリ買ったじゃないですか。あの最初に買ったっていうか買わされた動画ですよね。はい、あれをあの動画を見た時に決心ついちゃって、あ、マジで俺も買おうと。俺でも本当にガチで買うつもりなかったもんな。なかったです。本当に動画だけ撮りに行くってなって、撮影前に買わされたらどうするって言って、あの車屋さんのセールストークを画面越しで俺がセールストークされてた。で、まあ実際ちょっともうみんな勘違いしてもらいたくないのは、はい、まあ、確かに上の会社ってそんな大きい会社じゃないし、はい、全然ちっちゃい会社で本当に買えるような社長でもないし、分かるな。そうなんですよね。まだ、はい、でもそれってあの結局個人で買ったんですよね、今回。まあ、会社では買ってないんですよね。まあ、あ、個人で買ったんですか。個人で、あの、まあ、自分のレクサスもそうなんですけど、全部個人で買ってるんですけど、でそれもこれもあの、まあ、実際20代26歳ぐらいから、あの私もずっと不動産投資やってるんですよ。足場どこまで不動産屋に行ってましたもんね。そうですね、不動産屋もやりながらの不動産投資の、はい、不動産を所有したんですか。そうです、で、それを26歳から資産所有しようか。そうです、そうです、あのコツ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 やってきたんですよ。へぇ、あの銀行さんともこう信用つけて、はいはい、あの本当にもう頑張って、はい、真面目に頑張ったんですよ、それは。なんか後半が良くしてねえか。この森のお前社長さん、後半が良くしてねえか。割り声でお前、割り声でねえか。辛くて割り声じゃねえか。割り声じゃねえか、これ。確実に割り声じゃねえか、これ。好感度上げまくってねえか。ちょっと投資とか、ね、ちょっとシュッとした言葉出しちゃうな、みんな騙されると思って。それをもう、持っていってね。たまたま、今こう、来年40なんですけど、40歳になる節目と、あと不動産の一つ所有物件が、はい、ローンが終わったんですよ。あ、完全に完全に一つで、それでまあ全部、まあ、利益になる、はい、まあ、売却してもいいんですけど、はい、ですけども、まあ、そのまま所有して、はい、それも家賃収入が全部利益になるので、はい、あ、税金結構払っとるとか。そう、払ってるんですよ、はい、なのでこのタイミングでその社長のフェラーリ買ったのを見て、あ、じゃあいいんじゃないかなっていう、はいはい、ただ MZ の社長として買うんじゃなく、そちらはまた足場としてはこれからなんですけど、未熟な社長として、はいはい、だけど個人としては買ってもいいかなと、あ、いうことで今回買わせてもらった。ぶっちゃけでもどうなんですか、なんで、まあ、真面目な話に戻しましょうよ。もう終わりましたよ、もう。もういいんすか。もうだいぶ、だいぶ、いいんじゃないことやったんすか。いや、あれは、それはほら、ああ、あ、あれでも P 入れたりね、ちらっと P 入れたら、俺あれでもさ、あれも、うん、当時うちらがまだ自分で資材を買って、はい、まだお客さんが少ない時、はい、もう一生懸命飛び込み営業とかやってる最中に、はい、そのっていうコピーちょっと入れてもらえないかと、っていう組織があるんですよね、はい、でその組織を見たらいろんな全国の芝居さんが会員になってて、はい、で、まあ、有料企業店っていうのになんか認定されてるみたいな感じで書いてるんですよね、はい、いろんな会社が、うん、これって何だろうと思って、はい、で見たら、あの、私ちょっと社長の動画見てたんで、はい、株式会社七色ってあったんですよ、はい、あの有料会員に、ね、そうなんですよ、はい、で有料会員だったんで、はい、あ、会員なんだと思って、はい、でその時にその、はい、の会長がアームに来てくれて、はい、そうです、そうです、はい、で、まあ、その人と二人で会った時に、はい、まあ、いろいろ勧誘ですよね、まず会員の、
された時に、私が塗り替え道場のファンで動画見てるんですけど買いになるんですよねっていう話をしたら、はい、一瞬顔が濁ったんですよね、こう。ああ、うん、合ってないですよね、これ、はい、で、あれなんかあったのかな、その時、はい、あんま言わないのかなって思ったんですけど、はい、まあでも、その時あの毎月3万円だったかな、月3万円の年払いで買いになってくださいと、はい、でその買いになるメリットとすると、まあ、足場の未来は明るいですと、はい、明るい、それを私たちはいろんな足場さんが応援したいですと、はい、うん、まあ、応援プランとかって言ってて、はい、でまずそれをお金を払うと有料企業として私たちもアピールしますと、はい、青森県だと MZ さんが有料企業ですって、はい、まあ、有料ってこれお金払う有料なのかなみたいな意味だけど、はい、まあ、でも、あ、でも塗り替え道場さんも入ってるんだったらもうお前じゃないなと思って、はい、入ったらあの結局何もコンサルも受けることなく、はい、ネットワークビジネスの勧誘と、ネットワークビジネス、はい、え、どういうことですか。結局一番最初に私が30年これちょっと闇が深いぞ、はい、これ動画使います闇が深いよこれ、はい、ただ本当にね、そこで会員になってて、ね、はい、よくしてもらってる足場屋さんもいると思うんで、ああ、そういうことですか、うん、もう僕だけはこうもネットワークビジネスなんですか。一番最初にまず来たのは、コピー機を見直しませんかとか、防犯カメラシステム見直しませんかとか、あと電話、会社の電話機だとか、で最後に来たのは、あの SIM カード、格安 SIM の代理店になりませんかとか、だから足場の仕事は関係ねえだろうと、俺がすると。で、一番最初に俺に言ってきたのは、足場の未来は明るいのでって言ってたのに、そこから何ヶ月かして会った時、あの、Zoom かなんかで、打ち合わせした時には足場の未来は明るくはないので副業をやった方がいいですよと副業を勧めてくるんですよ。何言ってんのこいつと思って、はい、うん、でもそこからもう今度もうダメだなっていうので私はもう買いやめたんですけど。ああ、そういうことですか、はい、でそれで私一回社長に DM を送って、はい、あのこの組織知ってますかって言ったら、はい、全然知らない、まあ、もう会員になってませんよって一回なったかもしれないけど、うん、やめてますよみたいな、まあ、テラってあミッチー、うんうん、まあ、主さんの人なんですけど、あれがなんかちょっと顔出したかなんかで、もともとの多分組織は、テラ子会社なんだけど使っていいと思うんですけど、そのテレアポ会社で、まあ、別にそこはいいか俺は悪いか営業代行とか営業代行ですよね。まあ、その闇は一回暴きたいなと思ったんですけど、はい、うん、まあもういいかなと思って目をしてみてもいいですかね、それ、はい、でも会員は結構いっぱいいるんで、あ、そうですか、結構何十社、まあ、100社ぐらいいるんじゃないえ、はい、多分100社だったら3万もいったら300万だったら月ですよね、うん、結構いると思います。まあでも本当にそれでその会員になって仕事も増えてる人もいるんであれば、まあ、僕らは別に何も言うことはないんですけど、まあ実際僕が受けたことは何もなかったって、うん、何にも仕事もらわないですか。仕事もらわないです。あのもう副業を勧められただけでそれ怖いですね。で、まあ他に被害に遭ってる方は1000万単位で仮想通貨とかそっち方面の投資とかやらされてやって損したっていう人もいるんですけど、そういうのもだから、うん、そういやその何か面白いやが入っとって、はい、その話来たかもしれないし、なんか投資話とか違ったかな。そしたらその投資話も何社かこう引っかかってるっていうのはもう直接聞いてるんで、あ、もうやっぱりそういう組織だったな。私は思うのは勝手な想像ですよ、はい、そのってやつが足場のこと何も分からないくせに、はい、なんで足場屋を目をつけたのかなと思ったんですよ、はい、で俺思ったのがうちらの業界って富の業界って中学校卒業して、はい、高校行かずに腕一本でのし上がってるやつが多いんですよね、はい、結局経営の勉強もしてないし、はい、そうなるとそういう人を騙しやすいんじゃないかなと。で、あとこうちょっとこう金持った社長とかになると、うん、やっぱりこうなりきみたいになっちゃってそう なるし、こう投資の話とかされると、うん、ちょっとカッコつけて投資したくなったりもするんじゃないかなと、そういうふうに目つけたんじゃないのかな、うん、とは俺の勝手な解釈ですよ、うんうん、でも実際今から独立するっていうのはすごい難しいなと思います。青森だと、いやもうこれ、まあ、全私の勝手な解釈で、はい、でも資材の値段すごい上がってるじゃないですか。え、そうなんですか。上がってますよ。まあ社長みたいにもう資材持っていればいいんですけど、僕らみたいにまだ資材足りなくて、はい、これからどんどんまた増やさなきゃいけないってなった時、中古値段も上がってるんですか。はい、こう中古
中骨上がってます。これ全部みんなじゃん。この値段って聞かない。この値段社長の値段。僕の値段は爆上がりしてる。で、アシャバの単価は変わってないじゃないですか。資材の値段はどんどん上がってるのに、アシャバの単価は上がんないし、しかもやることも増えてる。安全帯もつけなきゃいけない。まあでも今、いや、ちょっと真面目な話していいですか。はい、もう今日真面目な動画やっちゃったまっていいですか。つまらない話だけやってくださいね。いや、アシャバ業界が今人手不足とか、はい、ここで置いていけばいろいろあるんですけど、あれも全部悪循環になってて、はい、足場の単価がまず安いじゃないですか、はい、工事単価が安いって、はい、やることいっぱい出るから会社に利益ってほとんどないじゃん。 そうですね、その中で従業員給料払う、うん、まあでも少しでもいい給料上げたいけど、はい、そんなにガツンと上げれないじゃないですか、うん、給料も、うんうん、まあそうですね。でさらに社会保険とかそうそうそう社会保険もやらなきゃいけないしって考えると、うん、それプラス会社を維持するためには、うん、一日やっぱり一グループで2現場3現場って、うん、本当に回らないとないじゃないですか、うん、だからきついじゃないですか、はい、人員でしょ、はい、で今こんなにきつい仕事やって給料もそんないっぱいもらえるわけでもない、はい、そりゃ確かに一人いなくなるよねとか、うん、そうですよね、辞めちゃうよねとかなるんですよ、はい、そっちとマスを立たないのも、まあね、ゆっくり教えれないし、もう現場入るこなさなきゃいけないとか、まあそうですね、だから全部がその足場の単価が安いから生悪循環になってるんじゃないのかな。だから単価ももうちょっとこうみんなで一斉に変えてこれ以下は安いようにしようが儲けれれば、うん、もうちょっと変わるのかなって、もうその難しいですけどね。まあそうですね、絶対に安くやるやつがいっぱい出てくるんで、うん、まあそういうのもゆくゆく YouTube でうちらもこう見てくれる人も多くなったらいずれこの話しようねと思って今日になりました。仲いいですね。仲いいよね、うん、まあ最初の頃すっげえ喧嘩してる。あ、そう、もう何回も巻き込まれてるけど。なんで喧嘩するんですか。些細なことで喧嘩するよね。うん、仲良すぎてでしょ。うん、でも最近喧嘩しないね。そうだね。うん、だから酔っ払って分かんないんだけどね。なんで喧嘩したか。だってめっちゃ怒って寝る時あるの。すっごいもう怒ってね。で寝て次の日とかもう夜中に覚えてないんだと思うので、トイレ来てもう喧嘩したからこっち先にベッドとか行って、うん、私もうムカつくからソファーで寝て、うん、で夜中多分トイレに来て自分がどこで寝てたかも分かんなくてソファーの隣に来て手繋いでるみたいな。喧嘩したこと覚えてないんだ。で次の朝に何こいつあんな怒ってたくせにと思って何ちゃって言うな。あ、もう大好きやカットカット僕ちゃんのこと大好きやんか。大好きやんか。へぇ、あ、大好きやんだ。いや、そういうわけじゃないと思う。いや、そうなると酔っ払って手つながんすよ。下爆だったろ。下爆なんやこいつらってだって酔っ払ってるでしょ。全く記憶にないのに奥さんとか言って手繋いで怒ったのも記憶ないし手繋いだのも記憶ないでしょ。どっちもないなんか好きだからこそ怒るでしょ多分。また違うらしくねとか多分そういうことでしょ。でも、いやでもこっちだってね、うちらもみんなと飲んで飲み会さんと、あ、飲み会じゃない、うん、飲み会さんだけど僕は何でも本気でやるんですよ。いやすごいな。でも本当に、うん、本当に僕あれだったんですよ会社、うん、従業員も営業も全員ですよ、うん、もう何やっとんだもんですわみたいな感じだったんですよ。おで、うちは本当に YouTube やって仕事がもうめちゃくちゃ増えてる。いや、そうですよね。だけどある一定のところまではお客さんもそういう反応なんですよ、うん、でも全てのに対して社長何 YouTube ばっかりやってるあんたの仕事大丈夫お客さんにやってすごい言われたし、うん、民間の人でもそう、うん、でもやっぱちょっと、まあ、10万超えたあたりぐらいからは、うん、会社も認めてくるし、うん、でお客さんもやっぱファンで来るからもう今営業は YouTube ないと困る、うん、営業2にも会社が全て分かるから、うん、あれ見てくださいあれ見てくださいってやっぱり言えて、うん、もう全てがうちの会社の、うん、だって動画って嘘つけんじゃないですか絶対、うんうん、だから俺は良かったなと思います、うん、いやすごい宣伝効果になってますよね。やってますよね、うん、本当にもうなんか1億円でも売りたくない、うん、
例えば YouTube の一応見抜いてくれって言われても、あ、俺チャンネル絶対やらないです、じゃないですか。いや、そうですね、で僕はあるかもしれないけど、ランボルギーニ買っといて。始めたのがさ、あの海乗り換え道場さんに憧れて始めたじゃん、あ、そうなんですか。ちょっと言い過ぎじゃないですか。いや、マジでマジで。実際建設関係の YouTube でも一番だったんで、でそれをもうなおちゃんたちも言って、こういう風に俺らもやっていこうよって、なんか最初は乗り換え道場知ってるかって言われて、私ももともと本当に YouTube 見ないんで、知らねえよ、知らんわって、これ見てって言われて、まあチラッと見たけど、そもそもこう建設系に興味がないというか、だから、ふんみたいな、で、こういう YouTube をやりたいって言って、で、何だは反対なんですか。いや、俺ももともと見ないから、そう、全く見ない、俺も全く見てなかったですよ。で、なんか始めたいって、仕事の頃は最初 YouTube、 足場の YouTube みたいな話して、誰が見るの、面白くないでしょ、って言ったけど、なんかやるっつって始めるって、で、編集お願いじゃなくて、やって、はい、で、憧れの、ね、YouTube。 どれぐらいやったんですか。え、今 YouTube どれぐらいやったんですか。2月から始めて、今年も行ってましたね、はい、2月末に始めたから、まあ、10ヶ月、9ヶ月か、9ヶ月。これはでも本当に僕保証します、絶対にホームページと同じように YouTube のない会社は残れるから、SNS 持ってない会社は、まあ、YouTube だから何だろうと思って、インスタとかにな。それはでも奈緒ちゃんも俺らも言ったんだよね、あのホームページって今もうテンプレートもいっぱいあって、はい、どんなちっちゃい会社でも、変な会社でも、はい、ホームページをすごくいい会社見せれるんですよ、はい、でも YouTube ってもうそのまま人間を撮ってるんで、から、そちらが一番わかりやすいじゃないですか、はい、最近業者の人に言ってるよね、YouTube 見てくれって、そうすれば俺の会社わかるから、あれでも本当に僕の意図は最初は足場をかっこいい動画いっぱい作ろうと思ったんです、本当に、はい、あ、みんなが憧れるような、はい、で、なおちゃんをお願いって言ったら、全部あのドリフターズになっちゃったんですよ。バレーって言っちゃうんだよね。いいじゃないですか。それが結構当たっちゃったから、そうですね、もうその路線で行こうと。そうですね。だから結局、なおちゃんのおかげなんですよね。あ、なるほど。お、最初の俺の考えで、多分 YouTube やってたら、多分ここは伸びてなかっただろうし。でもね、本当に社長からね、一つの DM、コラボしてませんかっていう DM もらった時から、はい、もうそっから始まって、マジで飛び跳ねたよね、うちら。いや、もう嬉しくて、嬉しい、こんなことあるって、すごい嬉しくて、本当にまた電話くれるって言ったから、はい、携帯持って会社でずっと正座してね、で、直ちゃんからまだ来ないのって、4時で会社上がりなんですよ、普段でも来るはずだ、ちょっと待って、夕方って、俺らの夕方は4時から6時ぐらいかなと思って、社長の夕方って6時以降なのかなと思って。いつかかりやすいやで、俺専用日だからに3日ぐらい後に社長に DM まで送ったんですよ、はい、社長って、はい、もういいやと、嫌われてもいいやと、はい、社長ってずっと待ってましたよって、はい、でもちゃんと出かけたらちゃんと返しました、彼来ました、電話来ました、電話で、ね、僕は本当に思うんですけど、自分もそうですけど、例えばこれってやっぱすごいやつだと一緒なのと、自分頑張るってなるじゃないですか、それ上だけじゃなくて下とも、下って失礼ですけど、ちゃんと少なくともやっぱ勢いある人って多いじゃないですか、俺がなんかないような人とかにしとったら一緒にいたくないじゃないですか、でも僕もそうなんですよ、福島行ってやっぱ元社員で、まあ、全然まだ会社小さいですけど、まあ、頑張っとって、めっちゃ勢いあるんですよ、めっちゃワンパクだし、もうイケイケだし、でもやっぱそいつらとおるとめっちゃ刺激もなるんですよ、だからそれって僕すごい大事なことなんだ、大事ですね、俺めっちゃ盛り上がりました、うわ負けとるわ、でやっぱそこから考え方も変わるし、でやっぱ僕次の日から行動も違うと思うんですよ、多分動画の撮り方も変わってきたし、企画めっちゃ強いもんやりやすい、でもこいつはやっぱ初めて俺からどんな企画とかあるかって、まあ、考えとるかってなったら、だからやっぱ自分から出せる方が考えとったんですよ、なんかブワーって手帳出して、ブワーって文字っすか、すごいっすよ、すごい、努力家、いや、努力家だと思う、本当に努力家、もう今のほら、そうじゃないですか、こんな熱くならなきゃいけないの、楽して、同じ給料もらった方がいいって思ってる人たちも多いやろ、だから多分、経営者として、俺は会社計画したのかし、YouTube がもし16万で12年後も17万とか20万チャンネルとかだったら、彼の給料って上がらないじゃないですか、その企業として、
でも何かやっぱ成功して責任者になれるのもあるし、そのステージも作る。でリュウジとテラなんか本当そうなんですよ。どっちかというとリュウジはすっと真面目に会社来る、うん、テラミちゃんはもう飛んだりなんかしてるけど、うん、馬力もあるし、で会社のこと大好きな、夜でも夜中でも今まで動いてたら過ぎてくるし、それがでもやっぱりいい関係やね、リュウジがおったからテラがおる、テラがおったからリュウジがおるっていうか、真逆なんで、スーパーリュウジってザ会社員じゃないですか、うん、でもあれって本当にめちゃくちゃ頭いいんですよ、優秀なんですよ。あの YouTube 見てもらうと、リュウジ君の言葉が的確すぎて、そうそうそう、すごい冷静だし、冷静に、そうそうそう、自分の意見をちゃんと言えるっていうのはね、そう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 、俺だともうテンパるもんねもうすぐギャグに走っちゃうもんねでもあのタイプが違うんですね、うん、だからあの今リュウジは多分気づいてないけど、多分社長がおってリュウジがおるとリュウジは光るんですよ、タイプ、うん、それはテラがおった方が光るんですよ、テラが無茶振り、うん、でもリュウジ君があるから無茶振りできるんですよ、うんうんうん、リュウジ君なら何とかしてくれるみたいな、うん、でもリュウジっていうのは誰かが面白せられると頑張れないですよね、うん、だからここはいい関係だなと思うんですよ、うん、だからそういう意味で、そうじゃないですか、もう文句言うけどまあ社長が言うで何とかするしかないなみたいな、そうだね、でも多分自分が社長だとまあまあええわみたいな感じになるタイプじゃないですか、リーションさんですよ、もうできんことをできるって絶対言わないから、もう安牌しか絶対リーションないですよ、だからあいつの言葉って重いんですよ、絶対あいつができますって言ったらできるって、寺道はできるって言ったらできないですよ俺何でも俺何でもやるってやるって言ってもやるもんな、やるやるって言ったからにやる、うん、見えるのそれ多分、だから俺いいチームだと思いますけど、ショーとか特にショーはやっぱ俺を立ててくるんで、リュウジはいい感じじゃないですか、あリュウジは近いってもこうへんじゃないですかね、リュウジはもう自分の世界なんですよでもショーとかやっぱ社長、俺が喋っちゃいけない、社長が喋ってるのに俺が喋っちゃ失礼になるって、どこに喋っちゃいいか分かんない、あコミュ障だから、いや俺どうせ見てもらってるか、うちら二人天然喋ってるもんね。天然もん。聞かなせ俺嫁に。そうですね。あなたは人の話を聞かなせいって。いいね、これで。ちゃんと聞けるような社長になってほしい。これで。あ、無理ですよ。無理。テラ奥さん大好きじゃないですか。ね。やばい。やばいよ。でもそれを俺がそれを俺ダウちゃんから聞いた。俺まで恥ずかしくなりましたもんねめっちゃ恥ずかしそうじゃないそれ言っちゃダメだろうって思ったもん奥さんそれ言っちゃダメだろうでもまあバランスじゃないですか、そうですね、奥さんとのバランスってめちゃくちゃすごいなって思いました、俺も前回は分からなかったんですよ、まあ、本当にあの買い物行ったじゃないですか、はい、奥さんもう俺もうマスクしてるから怒ってるとしか、あ、そういう見られるだけだよね、そういうことじゃない、見られる、でも何にも否定しないよね、うん、社長のこと、でも大好きなんですよ、いや好き同士だよ、ラブラブすぎてあの事務所で何やってんの、何見せられてんだろうってそんなことある、いやあるあるある、マジで結構ね、ラブラブなんかこっち何に見せられてんだろうなっていうね、もう使いましょう。もう使いましょう。やってる結構あるよね。でも動画っていいな。止めなかったらやっぱいいな。いいのが出るわ。いやでも本当仲いい。でもそうそう。夫婦仲いいし、たまにこう飲み行くじゃないですか。うん、飲み行くと社長は必ず決まり文句があって、で俺は和美、奥さんに和美に会いたいからもう帰るって言うんですよ。でどんな女の子ついても俺カズミが好きだからカズミに会いに帰る言うんですよ、これ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 そう言っても来てくれる女がいたらラッキーかなと思ってるだけなんで、まあ、そういうのやめた方がいいですよそういうの面白くないです、もう無理やった今の会話に無理があったじゃあ視聴者の皆さんにも乾杯、はいはい、乾杯、乾杯、乾杯、はい、また見てね、また見てね、バイバイ、それそれ、いやうちのチャンネルにな、おお、恥ずかしい、恥ずかしい。
Yeah.